はいどうも、ボーリング TV のゆきとなると未来です。今多分みんな誰ってなってるんですよ。新しく追加されたみたいになってるんですけど、はい、以前ね、毎日ライブ配信の時に、はい、お姉ちゃんがおるっていうことを、まあ、未来にお話ししたら、見てみたいみたいなっていうお声をね、何名かね、いただいたから。そうですね、結構言っていただいて、はい、はい、ちょっと、まあ本邦初公開。そうですね。ほとんどボウリング場とかも来たことないけど、ないよな、行ってないです、うん、なんか一回ボウリングしたんやけど、うん、やばかったよな、確かそういう時。下手になりすぎて想像以上の、ほんまに、まあ、私を知ってる方は結構運動音痴って言われると思うんですけど、さらに多分ひどいバージョンみたいな感じなんですよ。僕と多分ゆきちゃんは力結構強いんですよ。そうそうそう、元々の力が強いから力でごまかしてるんですけど、お姉ちゃんは見ての通りすごい華奢なんで、そうですね、2人から想像できやんぐらいのこの体型なので、うん、力もなくセンスもなくダメでした。まあでも紹介しっかり紹介してないけど大丈夫かな。あ、そうですね、まあ、自己紹介してもらいたいと思います。お願いします。山田未来26歳です。なんかロボットみたいな感じになってるけど、新婚さんいらっしゃる時にさ、自己紹介にさ、お嫁さんの自己紹介になってるけど、ほんまに普段こういう風にカメラを回されることがないので、なんかこう慣れへんよね。慣れないです。緊張するよな。緊張する。もう ほんまに普段からあんま喋らないので、なんかもの静かな、もうこのまんまの感じなので、もう本当想像、多分2人からは想像つかへんと思うんですけど。そうですね、こんな感じのお姉ちゃんになってます。はい、今日は2人の、まあ、まあ小さい頃の話だったり、どういう人物かっていうのをね、うん、やっぱ一番知ってくれてると思うので、そういうのちょっと聞いていこうかなと思います。はい、じゃまずナルトから聞こうかな、うん、ナルトはどんな子やった、うん、まず昔は怖いなこれ。自販機でアスパラドリンクを飲んで、うん、でゲームをよくしていました。おお、そうだから小さい頃の好きなのはアスパラドリンクですね。そうですね、確かに。でめちゃくちゃゲームが好きな子やったら覚えてる、うん、なんか未来ちゃんも結構ゲームが好きで上手いよな、うん、めちゃめちゃ未来ちゃんは、うん、そうですね、ほんまに上手いから、なるいつも未来ちゃんに聞いてた気がする。そうそうそう、僕はゲーム下手なんで、いつもね、でも好きなんで未来ちゃんによく助けてもらいに行きました。そうそうそう、で即クリアしてくれるな未来ちゃんが。そうそう、それ覚えてるわ確かに、うん。今はじゃあどんなイメージ？優しい。おお。ええー、やん、めっちゃめちゃめちゃいいこと。何も言ってないですよ。言ってるから。優しい。うんうん。他？可愛いとか、可愛い、可愛いとか、でもお姉ちゃんだから可愛いと思ってすごいな。やっぱ優しい、未来ちゃんが優しいからね。そうなんですよ。いつもね、僕こう未来ちゃんにしょうもないこと言っても、こう優しく受け流してくれるんですよ。甘い感覚で育ってます。そうなんですよ。じゃあ次は私の小さい頃はどんなんですか。ゆきちゃんの夢は小さい頃、小さな可愛い怪獣になりたい。いや、もう今変わってるやん。昔やな、なんでやん、なんでやん、今怪獣みたいな。いや、昔ウルトラマンが好きやったんですよ、私、確か。で、ウルトラマンに出てくる怪獣の中でも可愛い怪獣になりたいって言ってたのは覚えてる気がする。なんか写真、昔の写真見ても結構女っぽくない感じの男的な。そうそうそう、もうなんかウルトラマンの服とか着たり、もうなんかね、常にこう走り回ってる子やったのは自分でも思います、うん、女の子らしくなかった気がするな。お姉ちゃんの方がどちらかというと、まあなんかこうおしとやかな感じやったんかな、おそらく、うん、おしとやかで静かやったもんな、ずっと。本当に真逆みたいな性格だから。そうなんですよ、もうだから見た目もこの体型とかもですけど、もうなんか全てが兄弟に見れない、見られない、ほんまに、ほんまに。逆に言われたことなくない、ね、一緒におって友達ってはよく言われるんですけど、なんか2人でおったら、一回カップルって間違えられてたよな。そうやったっけ。なんか言うとったから、なんかビデオ屋さんに2人でおったら彼女と間違えられたって言って、なるが、そうやったっけ、うん、でなんか覚えてんねんな。それぐらいね、まあ似てないからほとんど、うんうん、じゃあ私の今の印象は明るい、うん、
優しいわ、優しい優しいの言えんよ。言わさんといて、みなちゃんから聞きたかったらなんやでなるそれ。ほんま、アサシのイメージも一応今だいぶ時間ありましたよ。このロスあかんて、イメージめっちゃ悪なるよこれ。ちょっとは大丈夫、全然ある。あ、よかったよかった、はい、よかった。まあ一応一番みなちゃんの口から聞かれて一番よかったんだよね。まあ、そういうことです ですね、はい。まあ、でもほんまにナルトと私はもうずっと昔からずっと喧嘩してたのに、みなちゃんはそれに入ってくることもなく見守ってる感じだったよね、ずっと。そう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 、もうなんか、ほんまに止めようとしてくれるしてくれてたんやけど、うん、多分なんか私たちが逆ギレして、うん、みらいちゃんと喧嘩したことなんかもうほとんどないよな。ナルトとはない、一切、うん、ほんまに。え、ゆきとはあったっけ。ちっちゃい頃よく喧嘩してた。まあ、めっちゃちっちゃい頃じゃん。子供の頃やろな、多分。全然あって覚えてない。大きくなってからもう喧嘩することなんてないですよ。大きくなっては全然しなくなった。本当怒らないんでね、うん、もう仏様なんで。仏様マジで、もうあのお母さんと未来ちゃんはマジ仏様、うん、マジで怒り方わからんねんな、なんかなんかあのめっちゃイライラしたら結構泣くよな。怒るよりも泣く、怒りが、怒るバロメーターが怒りじゃなくなんか涙に変わるんですね。そうそう、一人でなんかな、一人で泣いてるよな、うん、確かに。いやほんまにね、なんかね、もう多分みんなびっくりしてると思うんですけど、実のお姉ちゃんなので、うん、はい、マジで、うん、あの山田家の長女です。私は次女なんですよ。長女っぽいって言われるんですけど、はい、でナルトが長男で、山田家は3人兄弟となってます。はい、はい、まあね、あのまたボウリング場とかで、まあ、応援になかなか来てくれることないんやけど、また来てもらった時はまた皆さん見かけた時などまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。だいぶあの人見知りなんであんま喋れないかもしれないです。喋り方もねこんな感じで、まあ、ちょっとテンパってるんですけど、多分初対面になってもこういう感じになると思うの で、ね、普段は、ね、こんな感じじゃないんですよ。誰よりも多分山田家の中一番リアクションでかいと思うので。そうそうそう、ほんでアニメの話になったらちょっと止まらないですよね。そうそう、あの話し出すともう弾丸トークなんで、ちょっとそこを見てもらいたかったんやけど、ちょっとこの初回では無理やったな、さすがに。まあ、またね今後ちょくちょく出てもらえる機会があったら、うん、はい、またその時は未来ちゃんって覚えててください。はい、はい、それでは、最後まで見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた見てください。じゃあね、バイバイ。さよなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。また見てねー。